8月、京急川崎駅前に若者文化の創造発信拠点川崎文化会館が完成し、オープニングセレモニーが行われました。この施設は若者文化事業を推進する川崎市と、スポーツでまちづくりを進めるプロバスケットボールチーム川崎ブレイブサンダースなどが連携。若者文化の発信によるまちづくりを目的に設置されました。施設内はバスケットボールなどが楽しめるコートやダンススタジオ、e スポーツ施設などジャンルに応じたさまざまな機能が備わっているほか、トップアスリートに提供しているメニューがあるカフェも併設されています。オープニングセレモニーでは福田市長によるファーストシュートや、川崎市内で活動するチームによるブレイキンやダブルダッチのパフォーマンスも披露されました。また川崎ブレイブサンダースの本沢社長が施設への抱負を話したほか、福田市長も若者が何かやりたいと思ったら川崎に来れば挑戦できる、そんな街になってほしいなどと語り、若者文化の創造発信拠点としてのスタートを切りました。